国鉄キハ20系機動車。国鉄キハ20系機動車。国鉄キハ20系機動車は、日本国有鉄道を。国鉄が1957年、昭和32年に開発した一般軽機動車。キハ20型と同一の設計思想で製造された、軽式群の総称である。1966年、昭和41年までに、 系列合計で1126両が製造され、日本各地で広く使用された。なお、キハ20系という呼び方は、国鉄正式の系列名ではなく、鉄道ファンなどが便宜的に使用しているものである。本系列が開発された1950年代、中期の時点では、国鉄では普通列車用機動車としてキハ10系、当時はキハ4万5000系一族。 その後の通称はキハ17系が製造されていたが、これらは当時の一般的な20メートル旧客車と比較して、車体断面が小さいために居住性が犠牲となっており、乗り心地の点でも問題があった。これは当時国鉄で機動車用として利用可能であった最大のディーゼル機関である DMA117 型の出力では、 通常車体断面の20メートル級車体とした場合、重量課題に伴う出力不足で十分な走行性能が得らなかったが、ゆえの苦肉の策であり、そればかりか当時の車体設計手法では、小車体断面化だけでは、出力不足を補いきれず、客室内の各座席の座り心地を犠牲にした軽量化、あるいは、 乗り心地が悪いことを承知の上での軽量設計台車の採用などありとあらゆる手段を講じてようやく実用性能が得られている状況であった。しかし1955年の那覇重機軽量客車の完成で状況は一変する。スイス国鉄流の純モノコック構造車体とプレス鋼板による溶接組み立て会社の導入により十分な強度を維持したまま。 従来飛散4程度の大幅な軽量化が可能となり、これにより、非力な既存エンジンのままでも大型車体を備える、機動車の製造に、目処が立った。こうして、重軽脚車の設計ノウハウを有効活用する、形で、翌1956年に大断面車体を備える20メートル級機動車の、第一陣として、準級系機動車である、キハ55系。 当時はキハ44800系が製造され、ここに初めて電車、客車と同等の車体、車内設備を備える機動車が実現した。その後、キハ55系の成功を受ける形で、普通列車に用いる一般系機動車についても大型車体へ移行することが決定され、同形式に準じた設計で新たに開発されたのが本系列である。当初は、 キハ10系と同様に機関として、DMH17 バイト型ディーゼルエンジンを搭載し、防振ゴムブロックを枕羽ネに使用する DT19C、駆動台車 TR49A、付随台車、ウィング羽ネ式台車を装着した。車体は先行するキハ55系の設計が踏襲され、柱や梁だけではなく、側板なども強度を分担する順調角構造となり、 木波重計より大型化され、客車並みの大断面となった。また、従来の反省から、客の合いも、車体中央よりに配置され、ラッシュ時の客扱いに配慮している。座席も、車体幅拡幅を受けて、準急型に準じたゆとりのあるものとなった。客室内を通る排気管の規制廃棄波551から46などと同様に大型のタイプである。暖房装置は、 燃焼式の運気暖房である。客室窓はキハ1重系のそれを踏襲して、上段が H 断面ゴムによる構え体直接固定、下段が上昇式の側に言うバス窓である。しかし、ハ1重系とは異なり、倉下のウィンドウシル、補強体は廃され、平滑な外観となった。初期車竣工当初の車体と色は、当時の機動車標準色であるコイン青、青3号。 窓周りが高架色、高架色2号の2ートーンであった。また統系列においては全面膜板部の塗色が全小灯部分に回り込むように塗装されていることが多系列には見られない特徴となっている。1958年からは期間を 180PS の DMH17C に変更して走行性能を改善し、台車は 従来の DT19 で使用されていた課い防振ゴムブロックに変えて、複列コイルバネを枕バネに使用した、揺れ枕釣り台車と指導特性を改善した、DT22A、駆動台車 TR51A、付随台車に変更することで大幅な乗り心地の向上が実現した。車体の部材を専用のプレス品から市販の傾向に変更し、調達コストの低減が図られた。 また、客室窓が2段上昇式、上下段ともに上昇式に変更され、より近代的な外観となり、客室内の最高や換気も改善されたほか、排気換気性が小型化されて、見通しが良くなった。この際、派生形式として、寒冷地向け仕様の木二22系、郵便荷物合わせ作り車の木ユニ二26系、そしてエンジンを2気相加する勾配先区向け、 強力系のキハ52型などが新たに設計された。なお、このグループの初期車は、室内灯として白熱灯を装備し扇風機なしで製造されたが、バス窓の初期型を含む、その多くが後年に、関係系高等仕様に改造し扇風機の取り付けもされている。1959年9月から一般系機動車は、外反色を、それまでの青系から、 シ色イ4号のジ色ロに窓周りをクリーム4号の塗り分けとした新塗色へ移行した。1978年度からシ色朱色シ5号単色塗装のいわゆる首都圏色への塗り替えが行われている。両数、万代区分は上記形式一覧を参照。本系列の基本形式。ランチ向けの両運転台、一気エンジン型で読み側の 乗務員室にやや食い込む形で便所を備える。1957年から1965年に409両が製造された。計画時にはキハ49000型と称したが、登場が1957年の称号、規定改正後となったため、この形式番号を称したことはない。298.299のように北海道に申請配置されたものや、 多脚機に都道したものもあり、日本全国で用いられた。戦前形の機械式機動車、キハ零4型、キハ零5系、キハ零6系、キハ零7型の取り替え時期にちょうど当たっていたこともあり、大量に製造された。例バンダイは、初期系のバス窓車、200番台以降は改良系の二段窓となった。最終期に製造された五百番台では、室内灯が蛍光灯に、 暖房装置も温水式となり、台車も DT22CTR51 バイトに変更されている。ローカル線向けの簡易郵便荷物車として0番台を改造した600番台が2両、200番台を改造した650番台が1両存在した。これらは客室の一部分が郵便荷物室兼用となっており、その部分はロングシートとなっていて、 仕切り用のアコーディオンカーテンが取り付けられていた。キハ20型に体幹装備を盛り込み、感知向けとして1957年に製造された、形式。計画時にはキハ49,200型と称したが、登場が1957年の称号、規定改正後となったため、この形式番号を称したことはない。主に北海道及び東北地方で運用され、 キハ22型も含めて、急行列車にも投入された。キハ20系ン番台とは、外観上は、客用扉下部の明かり窓がないこと以外掃除する。寒冷地向けの装備として、客室窓の二重窓か、運転台にデフロスタ設置、床下機器体感、大切装備を施行した。しかしドア位置はキハ20型と同じで、デッキがなく、 当機の客室内温度維持に問題があることが指摘された。そのため1957年に84両が製造されたのみで、翌1958年からは体幹・大切性能が強化された国間地無欠機派22型に製造が移行された。1968年に苗牧工場で3両が荷物車兼用、新聞輸送として、 ロングシート化され100番台区分へ、1969年に、旭川工場で2両が、きゆに21型へ改造された。当初は主に道内各地の他東北地方などに、配置されたが、木波22系の増備が進むにつれ、釧路客貨車区、現釧路運輸車両所、苗保機関区、現苗保運転所、苫小牧機関区、現苫小牧運転所、おしゃまんべ機関区、 1993年、函館運輸区に統合、函館機関区、現、函館運輸所一ノ関機関区、現、一ノ関運輸区に集約配置された。キハ40系の造備とともに1982年までに運用を離れ、1983年に全車廃車となった。キハ21型は、北海道の国間地での防寒性能が不満足で、あったことから、 国間地向けの体幹使用者として完全に新設計されたものである。1958年から製造開始され、北海道及び東北地方に配置されていた。製造会社はキハ21系のミカト社と新潟に加え、富士重工業、現、スバルと日本車両製造が加わっている。上高富を車体両端へ配置して、 客室との仕切り扉を備えたデッキ付きとし、側窓を小型の一段上昇式二重窓として、保温性を高めている。暖房装置は、エンジン冷却水利用の温水暖房として強化し、かつ放熱品を大型化して、効率を良くした。床は、雪が溶けて濡れた時の滑りにくさや、雪靴、雪下手の滑り止め金具、スパイクなど、え、対策から気張りとされ、 さらに断熱材の厚さを増したため、団地向けの標準車に比べ、レール面基準で 50mm 高くなった。そのため、客室窓、乗務員用扉、運転台窓、貫通路扉、ホロワク高さは、標準車と同じ、微灯の位置も基礎湯に257を除く基ハ20、携帯車よりも高い。また、警笛は、全消灯脇から、 温水管の取り回しが楽な乗務員室床上、助手席足元変更された。室内色も暖色系の薄茶色4号とされ、車端部がロングシートであること、窓側に肘掛けがないことを除けば、準急系の木箱5 5系に遜色ない水準であり、急行列車にも用いられた。床下機器のカバーリングや冷却水による保温をはじめ、 補ぎなえ気に至るまで徹底した体幹、大切素備えが施され、北海道の国間地での実用上も十分な能力が確保された。これら本形式の体幹、大切スペックは、キハ56系、一族711系交流電車、キハ4100番台、キハ54500番台など、以後の北海道における一般、近郊系車両における、 体感設計の基準となったばかりなく、羽幌炭鉱鉄道やエルモイ鉄道など、道内の私鉄においても本形式とほぼ同一設計のコピー車が導入されることになった。便所は秋葉20系、同様4位側にあるが、その向かいがロングシートであるため出入り口は、デッキ側に変更され、立ち客や乗降の妨げとならないよう扉を打ち開きとしたことから、 前後方向の寸法も拡大されいる。他の機ハ20軽中汽車と同様、座席や室内灯などが製造途中で改良された。初期車の白熱灯は後に多数が20ワット、関係蛍光灯に改造され、新生時から蛍光灯となった車両も20ワットの直管から40ワットの直管へ設計変更されている。屋根上の通風は初期のからでは個であったが、 あとの201から245では7個、246から343では9個へと変更されており、一部には客車用のガーランド型通風機を装備した車両も存在する。最終の設計変更では、外ハメ式の微灯や、ハニカムコア構造の客用ドアも採用されたが、同じく遅くまで装備され、すでにキハ5 2二1 0 0番台で採用されていた横形機関。 水平シリンダーエンジンは本形式では採用されなかった。また、同等の体感、大切装備を持つ2機エンジン車は製造されず、ローカル線では旅客需要がないにもかかわらず、排泄、ラッセル抵抗による運行障害、一軸駆動のため空転しやすかったを防ぐめ、当機は2両編成で運転せざるを得なかった。しかし、 本形式に対する現場の信頼は厚く、国間地向け次世代車のキハ24型、キハ46系の仕様が具体化していた1960年代中期でも、新型の採用には消極的で本形式の駆け込み増備が図られたという製造年、製造会社別一覧を参照。1960年代から1970年代に、 北海道のローカル列車の多くは本形式が投入されていた。また、循環急行、いぶり、函館本線の、来電、瀬棚や羽幌線の、は、ボロなど、道内のローカル業にも数多く使用され、これらは、遜色急行として、鉄道ファンに注目された。1980年、昭和55年に、200番台のうちの5両が、内部工場特殊車両管理所で、 簡易郵便荷物車に改造され、600番台となった。車内の排気管立ち上がり部付近に完全なる仕切りが設けられ、郵便荷物室として使用される前くらい、側、便所と反対側の室内はロングシートとなった。室内には郵便区分棚が設置され、窓には保護棒が追加された。開板はされていないが、一も600番台とほぼ同じ仕様に改造されている。 本形式は、北海道内での使用を前提に設計された車両であるが、キハ21系ともども、一部は、東北北部でも使用されていた、国鉄分割民営化後、JR 東日本に引き継がれた車両もあった。これらの中には、地方私鉄や、第三セクター鉄道へ譲渡、または貸し出された車両も存在する。詳細は、後日の、譲渡車、同系車武士を参照。 キハ20型を片運転台にした形式である。計画時にはキハ49,500型と称したが、登場が1957年の称号、規定改正後となったため、この形式番号を称したことはない。キハ20系0番台に相当する0番台、同200番台に相当する200番台、同500番台に相当する300番台がある。変運転台となったことで、 キハ20型より客席が憎かく、8名分多い。あとくらい、運転台のない側の車端に便所を持つが、1はキハ20型と異なり、3位側となった。猛火線での運用を最後に1987年2月までに全車廃車された。歓迎地、極寒地向けの郵便に持つ合わせ作り車で7両が製造された。 1>, 1から6は木葉21系の仕様に基づいて製造された管理地向けで、室内配置は前くらいから運転室、荷物室、郵便室、客室となっている。客室窓は上段固定のバス窓で、客用扉はキハ25系の後くらい扉と同位置にある。便所はない。7はグロープラグの不具合によって消失し、 廃車となった6の代替として製造された車両で、車体はキハ22型に準じた、極寒地仕様に設計変更された。客室窓は一段上昇の20窓で、デッキを設けたため客用扉は、車端部に移されている。団地向けの郵便荷物合わせ作り車。木波25型と同様に、室内配置は、前くらいから運転室、荷物室、郵便室、 客室となっている。客室窓は上下段とも上昇式で、客用扉は木波25系の後くらい扉と同位置にある。便所はない。番台の区分はないが、構造は1から41が木波20系200番台に、42から59は同500番台に順ずる。木波21型を改造して郵便荷物合わせ作り車としたもので、 1969年に2両が旭川工場で改造された。キハ20系の中で唯一形式変更を伴う改造が行われた車両でもある。極力、主社の車体構造を活かすような改造がなされており、車体中央部の排気管立ち上げ部付近に仕切りを設け、前くらい、側、1.2位、車体中央から見て、便所と反対側に、郵便室、後くらい、 側、3.4位、同便所側に荷物室を設けた。便所は木派21系時代からのものを、そのまま採用した。郵便室には、有体室と区分室が設けられ、区分室部分にあった4枚の一段上昇式の、窓は埋められた。荷扱い扉は、旧客用扉をそのまま利用している。荷物室部分には、便所付近、ボックスシート3組分のスペースに、 荷扱い車掌室と貴重品箱が設けられ、客用扉と窓6枚、戸袋窓2枚、一段上昇式窓4枚を埋めた、上、新たに1800ミリ幅の両開き式の荷扱い扉が設けられた。荷扱い扉の材質は各社で異なり、1は鉄製、2は木製のものが使われていた。当初は円軽機関区に配置されたが、後に、 深川機関区に転属となった。1は、深川機関区配置のまま1984年3月10日付で、2は、旭川機関区配置を最後に1986年3月31日付で、廃車となっている。公売区間用の一般系機動車で、キハ20系の二機エンジン搭載系である。国鉄の二機エンジン機動車としては、最初の両運転台車であり、 急勾配のローカル専用車両として、本州、四国、九州各地で徴用された。キハ20型に準じた、両運転台、片開き2ドア、2段窓であるが、エンジン、変速機、放熱機を、それぞれ2機搭載する必要から、床下スペースの確保目的で、全長が1.3メートル長い車両限界いっぱいの21.3メートルとなり、それに伴い、 ドアガンの二段窓の数もキハ20系の5個から6個に増えている。それでもなお床下は手狭なため、水タンクは床上、通路を挟んだ便所の反対側に置かれた。キハ20型は一般型機動車であり、キハ22型を除いて、定期の急行運用につくことは、まずなかったが、本形式については、2機エンジンで強力なこと、単行運転が可能なことから、ただみ線及び、 藍津線の急行、稲脇城として、1982年6月23日の東北新幹線開業による列車自体の廃止島で長らく使用された。この列車は、機動車単行の急行で、なおかつ遜色急行であるとともに、急行、阿賀野、岩木と並結する多層立て列車として、異色の存在であった。なお、この列車にもっぱら用いられた、 木派52-128は、首都圏色化されず、同列車廃止後小本田から、盛岡、与那子と転属した後も1999年の廃車島で、国鉄一般職で残った。ローカル線向けの簡易郵便荷物車として0番台を、改造した600番台が4両、100番台を、改造した650番台が1両存在した。製造年別の製造会社一覧は、 以下の通り、キハ21系、キハ25系、キハユニ25系、キハユニ26型は、国鉄分割民営化以前に全廃され、新会社に承継された内訳は、キハ20系53両、キハ22系157両、キハ52系73両の系283両であった。東海旅客鉄道、JR 東海を除く、旅客5社に承継された。 JR 移行後は、各旅客会社とも残った、特定地方交通線の転換や、新形式機動車への取り替えにより、廃車が進行し、キハ20型は1993年までに、キハ22型は1995年までに全車が廃車された。その後もキハ52型のみは残ったが、JR 九州、JR 東日本の順に運用を離れ、2010年3月を、 もって、JR 西日本でも定期運用を終了した。引き継がれたのはキハ22型のみで、経年が浅く状態の良い103両が残った。キハ40系のワンマン化に先駆け、1990年に、苗牧工場でキハ22-321.314がワンマン化改造をされ、キハ22-701.702となり、1月に出場した。同年3月より、 函館本線上砂川支線で JR 北海道の鉄道線では初となるワンマン運転を開始した。ついで同年内にキハ22311.312330.334が五両各車両所でワンマン化改造されてキハ22703から706となり江差支線、函館本線のオシャマンベイランの順に投入された。これらは白地に 青の細体とコーポレートカラーの萌え木色の帯を巻いた新塗装で出場した。ワンマン化改造された車両も含め1995年までに全車廃車された。キハ2 0系1 1両、キハ2 2系5 4両、キハ5 2系3 0両が承継された。キハ20型は足用専用として高崎運転所に配置されていた車両と猛火専用として 未踏運転所も大ーカに配置されていた車両で、両線の第3セクター転換により全廃された。キハ22型は東北地方の各区に配置されていたが、1992年までに全廃されている。キハ52型は一部が新型エンジンへの換装と内装の更新改造を施され、2000年代後半まで使用された。 森岡車両センター所属の車両については、新潟鉄工所製、または小松製エンジニへの換装、客用窓の一段上昇式化改造が実施された、ほか、外部図書区は、白赤帯の塗り分けとし、正面上半部を赤色とした森岡赤鬼色と、俗称される配色で使用された。また、2001年頃に一部の車両が、国鉄時代の朱色4号クリーム4号の配色に、 復元された。2007年11月まで17両が配置され、花輪線、山田線、岩泉線で使用されていたが、気配 E130 系の導入で余剰となった水軍線の気配110系が順次転用され、花輪線からは同年3月18日改正で撤退、谷線区からも同年11月25日に撤退した。使用を終了した本形式は、 同年12月に全車がミャンマーへ輸出、譲渡のため、川崎貨物ターミナル経由で搬出された。新一運輸配置の車両については、カミンズ製エンジンに換装された。外部図書区は、全車、新潟一時色、上の写真を参考で活躍していたが、2006年に一部の車両が、国鉄時代の朱色4号クリーム4の配色に復元された。 最終的に7両が配置され、米坂線上越本線、万越再線で使用されていたが、キハ1 2 0系の導入により、置き換えが実施され、2009年3月14日、改正で定期運用から離脱した。このうち国鉄職をまとった車両はその後も、万越再線、米坂線等で、団体、臨時列車に使用され、 特に同年10月から12月にかけて開催された新潟デスティネーションキャンペーンにおいて同じ国鉄職に復元されていたキハ28系キハ58型とともに多数の臨時列車に充当し2009年12月26.27日のありがとう万越再選国鉄職号を最後に引退した長らく道区に留置された後2011年8月3日付で7両とも 廃車され、これをもってキハ20系は廃系列となった。同日中に全車がフィリピンへ輸出、譲渡のため、新型東港経由で搬出された。キハ20系8両、キハ52系13両が承継された。キハ20型は、加古川線、鍛冶屋専用として、姫路運転区に配置されたものと、芸イ専用として、広島運転所に配置されたものが承継された。 加古川、梶谷専用の車両は1989年までに全廃された。ゲイビ線ではキハ20型が最後まで残ったが1993年までに全廃された。木ハ52型は高山本線、富山井の谷用として、富山運転所に配置されたもの、小し北線用として、鶴ヶ運転所に配置されたもの、山陰本線、木月線用として、 与那ご運転所に配置されたものが承継された。最後には、大井都線非電化区間、糸井川南を足りようとして、小し北線から転じた3両が残ったが、車両の老朽化を理由に、2010年、平成22年3月13日のダイヤ改正で、キハ120型に置き換えられた。なお、最後まで在籍していた3両は次の通り、なお、 三両ともエンジンは製造当時の DMH17 系のままであったが、小指北線時代に冷房設置の取り付け、便所撤去、ワンマン化改造工事がなされていた。当初の外部塗色は、小指北線時代の白を基調に、緑のストライプを配したものであったが、後に全車が、歴代の国鉄標準塗色に復元された。キハ20系20両。 キハ52計算量が承継された。キハ52型は松山軌動車区に配置されていたが、1989年までに廃車となっている。キハ20型は松山軌動車区、徳島軌動車区、高知軌動車区に配置されて、普通列車で使用された。一部の車両は延命工事を実施され客室窓が上段固定下段上昇式のユニット窓となったが、 1990年の予算線伊予法上駅伊予市駅間電化に伴い、同年度内に全廃された。キハ 20K14 両、キハ 52K27 両が承継された。キハ20型は高千穂専用として、南のベ岡運転区に配置されていた11両と、都の城運転区の1両、鹿児島運転所の2両が承継された。南のベ岡運転区には、 全国で唯一 JR に承継された例番台、キハ2041が配置されていた。高千穂線の第三セクター化などに伴い、1990年に全車が廃車となった。キハ52型は承継当初は、長崎運転所に1両、大部運転所に7両、熊本運転所に2両、人吉運転区に4両、鹿児島運転所に13両配置された。 その後、転属や廃車が進み、最終的には、筑豊ささぐり鉄道事業部に2両、キハ5232.134が、保留車として残っていたが、2002年に廃車となり、消滅した。なお、JR 九州に所属した、キハ52系のうち数両の貫通路扉がキハ58系統の他形式のものに交換されていた。 本系列の中には他社に払い下げられたり貸し出された車両があるほか、同仕様で製造した同系類似車両が多数存在している。鹿島臨海鉄道に4両、水島臨海鉄道に12両、島原鉄道に13両上とされている。鹿島臨海鉄道では2000系、2001から2004、水島臨海鉄道ではキハ201から212、 島原鉄道ではキハ2005から2017となった。2018年4月現在では、日立中海浜鉄道に一両、キハ205在籍している。津軽鉄道、広島南鉄道、黒井線、旧国鉄黒井線、下北交通、大畑線に、各3両上とされている。津軽鉄道ではキハ22027から22029。 広南鉄道ではキハ2210.22202230、下北交通ではキハ851から3となった。いずれも老朽化や、使用路線の廃線により、廃車となっている。また、国鉄時代の1986年に、阿武熊急行に5両、秋田内陸縦貫鉄道に給料が貸し出されている。共に、番号はそのままで図書区のみ塗り替えられた。 いずれも1988年まで使用され、電化や新車両への置き換えにより、JR 東日本に変換された。1987年に南阿蘇鉄道へ、2010年に泉鉄道に一両ずつ乗とされている。南阿蘇鉄道に乗とされた、キハ5235は、 MT2105 に改版され当時の MT-2000 型と同じカラーリングに塗り替えられたが、あくまで予備車の位置づけのためワンマン化改造されず、あまり使われないまま1993年に廃車となっている。大井都線で最後までイベント用に運用されていたキハ5225は、高褐色2号青3号の塗色のまま、いす鉄道に上都され、2010年12月に、 行われたお披露目を兼ねた撮影会で展示された後、整ーとクリーム4号シューロ4号への図書化変更を受け2011年4月29日から営業に入っている。2014年3月からカラーリングが首都圏色に再び変更されている。下北交通大旗線に譲とされ、同線のキハ85型として使用されていた。 キハ二十22149から151の3両は、動線廃止後の旧大畑駅構内で、保存団体、大畑線0ハ八十五85動体保存会の手によって、定期的にエンジを稼働させ、動体保存されている。このうち、旧キハ二22150は、国鉄時代の塗装、クリーム色朱色に戻されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。